自動車動詞完全攻略全8回の分の今日は第1回目です。皆さん自動車動詞はとても難しいとよく言いますが、能書きなんて覚えなくていいです。こんな能書きはクソくらい練習あるのみです。皆さんのやることは、これは自動詞なのか他動詞なのかを分類することではなく、ただ覚えてください。機械的に覚えてください。今まで学校で2人が4、2、3が6、2、4が8、2、50と掛け算の九九を教わったように、今から私が話すことを繰り返して覚えてください。ただそれだけ。どれが自動詞か他動詞かなんて全然関係ありません。では行くよ。をあげる、をあげる、をあげる。一緒に。をあげる、をあげる、をあげる。をあげて、をあげない。をあげれば、をあげよう。これね、昔あったんですが、赤い旗と白い旗を持って、赤あげて、白あげない、みたいなゲームがありましたね。これは赤あげては赤をあげてですね。赤をあげて。それからが上がる。が上がる。が上がる。一緒に。が上がる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 。だから敵は上がってになりますね。が上がって。が上がらない。上がるなので、これは、グループ1の動詞です。が上がって上がらない、が上がらない、が上がれば、このようにをがを一緒に覚えること、これが暗記のコツです。を上げる、家庭教師をつけて成績を上げる、家庭教師をつけて成績を上げる。売上を上げてボーナスゲット。頭を上げてください。頭を上げてください。これは頭を今下げている人に対して使う言葉です。皆さん、頭を下げている人は今どんな状態ですか？そうね、ごめんなさいという時は絶対に頭を下げますね。だからごめんなさいと何度も頭を下げる人に対して、いやいや、そんなに謝らなくてもいいですよ、どうぞ頭を上げてくださいのように使います。またはありがとうございますも同じですね。ありがとうございます、本当にありがとうございますっていう時はやっぱりお辞儀をします。その時も、いやいや、そんなに感謝しなくていいですよ、普通のことをしただけですからという時も、いやいや、どうぞ頭を上げてくださいという言い方をします。次はが上がる。家庭教師をつけたら成績が上がった。家庭教師をつけたら成績が上がった。売上が上がったからボーナスゲット。売上が上がったからボーナスゲット。彼は自分より収入の多い妻に頭が上がらない。頭が上がらないというのは、何でも言うことを聞かなければならないという意味です。でもボスの言うことを聞かなければならない場合に、ボスに頭が上がらないは使わないんですね。これは奥さん限定なんです。奥さんの方が強い場合に、俺は母ちゃんに頭が上がらないと言ったりします。不公平なんですが、女性が男性の言うことをはいはいと聞いている時に、私は夫に頭が上がらないとは言わないんです。ひどいよね。女性が男性の言うことを聞くのは当たり前だと思っているので、特別な表現はないようです。今のところね、
次は集めると集まるです。集めると集まるはこのように覚えます。を集める、を集める、を集める、一緒に、を集める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 の活用の仕方は、を集めて、を集めれば、を集めようになります。ではが集まる、が集まるはが集まって、が集まって、が集まらない、が集まればになります。を集める、この剣を10枚集めれば、この剣を10枚集めれば500円割引、被災地のために毛布を集めよう、被災地のために毛布を集めよう。被災地は台風や地震などで、被害に遭われた場所のことが被災地ですね。で、遭われた方は被災者と言います。その方々のために毛布を集めよう、を集める、が集まる。ゴミ置き場にカラスが集まる。今コインを集めています、コインを集めていますが、集めているコインがなかなか集まらない、集めているコインがなかなか集まらない。世界中の知恵が集まればコロナを制圧できるかもしれない。世界中の知恵が集まればコロナも制圧できるかもしれない。浮かべると浮かぶです。浮かべると浮かぶ、を浮かべる、を浮かべる、を浮かべる、一緒に、を浮かべる、を浮かべる、を浮かべる。が浮かぶ、が浮かぶ、が浮かぶ、一緒に、が浮かぶ、が浮かぶ、が浮かぶ。もう気づいた人もいると思うんですが、学校で習うときは自動詞、他動詞というふうに習うので、この場合だとが浮かぶの方を先に習います。で、その後、他動詞はを浮かべるですよというふうに習うんですが、これはイメージしにくいと私は思うんです。例えばドアを開けます、ドアを開けます、で、誰かがドアを開けます、その結果ドアが開く、その結果ドアが開いた、ドアが開いています。最初に何かを浮かべるんです。その結果何々が浮かぶ、何々が浮かぶ、何々が浮かぶ、いいですね。私のこの動画では何々をが先に来ています。つまり誰かの手で、私か誰か他の人かわからないけど、誰かが何かをする、これを先に教えています。なので何々を浮かべる、何々を浮かべる、何々を浮かべるというふうに覚えてください。はい、では例文いきましょう。を浮かべる、お風呂に、お風呂にバラの花びらを浮かべる、お風呂にバラの花びらを浮かべて楽しむ、お風呂にバラの花びらを浮かべて楽しむ。子どもの笑顔を思い浮かべながら弁当を作る、お母さんは弁当を作るときにこれを食べると子どもが喜ぶかなと思いながら、子どもの笑顔を思い浮かべながら弁当を作ります。お風呂にバラの花びらが浮かんでいる。先ほど言ったようにお風呂にバラの花びらを浮かべるでしたね。その結果バラの花びらが
浮かんでいます。卒業して30年も経つと同級生の顔が思い浮かばない。卒業して30年も経つと同級生の顔が思い浮かばない。売る、売れる、を売る、を売る、を売る、一緒に、を売る、を売る、を売る、が売れる、が売れる、が売れる、一緒に、が売れる、が売れる、が売れる、が売れて、が売れれば、何々が売れる、何々が売れて、何々が売れれば、不用品を売る、不用品を売る、不用品はいらないもののことです。これを売って何かおいしいものを食べよう。これを売って何かおいしいものを食べよう。が売れる。不用品がメルカリで売れた。不用品がメルカリで売れた。こんな古い家具が売れるとは思わなかった。こんな古い家具が売れるとは思わなかった。写すと写るです。を写す、を写す、を写す。一緒に、を写す、を写す、を写す。を写して、を写せば。を写して、を写せば。が写る、が写る、が写る。一緒に、が写る、が写る、が写る、が写って、が写れば、が写って、が写れば、を写す。事務所を東京に移した。事務所を東京に移した。データをフォルダに移すように言われた。データをフォルダに移すように言われた。が移る。事務所が東京に移って通勤が大変になった。事務所が東京に移って通勤が大変になった。首都が北海道に移れば北海道に人が集まるようになる。首都が北海道に移れば人が北海道に集まるようになる。首都が北海道に移れば北海道に人が集まるようになる。首都が北海道に移れば北海道に人が集まるようになる。を起こして、を起こせば。を起こして、を起こせば。を起こす、を起こす、を起こす、一緒に、を起こす、を起こす、を起こす。を起こして、を起こせば。が起きる、が起きる、が起きる、一緒に、が起きる、が起きる、が起きる。が起きて、が起きれば、が起きて、が起きれば。冬は火災を起こす人が多い。冬は火災を起こす人が多い。明日は早いから5時に起こしてね。明日は早いから5時に起こしてね。この場合、私をが常に省略されます。5時に娘を起こせば試験に間に合うだろう。5時に娘を起こせば試験に間に合うだろう。が起きる。火災が起きれば周りの家も大変だ。娘が起きたのは朝6時だった。時間通りに起きれば間に合ったものを。時間通りに起きれば間に合ったものを。ものは、のに、と同じ意味です。
時間通りに起きれば間に合ったのに、時間通りに起きれば間に合ったものを。落とすと落ちるです。これも皆さんよく間違えます。を落とす、を落とす、を落とす、一緒に、を落とす、を落とす、を落とす。が落ちる、が落ちる、が落ちる、一緒に、が落ちる、が落ちる、が落ちる。を落として、を落とせば、を落とす、落として、落とせば、が落ちる、が落ちて、落ちれば。財布を落として困っていた、財布を落として困っていた。日本では財布を落としても 80% 以上の確率で戻ってくるらしい。日本では財布を落としても 80% 以上の確率で戻ってくるらしい。この、忘れ物が届くというお話は前に動画でお話ししましたので概要欄にリンクを貼っておきます。が落ちる、あ、財布落ちましたよ、あ、財布落ちましたよ、のように、財布が落ちましたよというがをつけて言う人もいれば、財布落ちましたよのようにがは時々省略されることがあります。そのお財布を拾って警察に行った時、公園に財布が落ちていました、公園に財布が落ちていましたと言います。そして人は恋に落ちれば盲目になる、人は恋に落ちれば盲目になる。次は、を驚かす、が驚く、を驚かす、を驚かす、を驚かす。を驚かして、を驚かせば、を驚かす、を驚かす、を驚かす、一緒に、を驚かす、を驚かす、を驚かす。を驚かして、を驚かせば、が驚いて、が驚けば。人を驚かして笑う日本のテレビが嫌い、人を驚かして笑う日本のテレビが嫌い。100点を取って母を驚かせば欲しいものを買ってくれるかもしれない、100点を取って母を驚かせば欲しいものを買ってくれるかもしれない、が驚く。たまに掃除をしたら母がとても驚いて褒めてくれた、たまに掃除をしたら母がとても驚いて褒めてくれた。その小さな犬はおもちゃのロボットに驚いて吠え続けた、その小さな犬はおもちゃのロボットに驚いて吠え続けた。下ろすと降りるです。を下ろす、を下ろす、を下ろす、一緒に、を下ろす、を下ろす、を下ろす。を下ろして、を下ろせば、が降りる、が降りる、が降りる、が降りて、が降りれば、が降りて、が降りれば。バスは乗客を全員降ろした。バスは乗客を全員降ろした。何かミステリーが始まりそうですね。よくバスの運転手さんがバス停でもないところで、はい、皆さんここで全員降りてください、という時は何か事件が起きますよ。次はタクシーなどで、ここでいいですという時ですね。私をここで降ろしてください。私をここで降ろしてください。バスの乗客が全員降りた。バスの乗客が全員降りた。飛行機が
空港に降りた。飛行機が空港に降りた。これは着陸したと同じ言い方ですね。を降る、を降る、を降る。一緒に。を降る、を降る、を降る。を降って、を降らない。を降って、を降らない。が降れる、が降れる、が降れる。一緒に。が降れる、が降れる、が降れる。が折れて、が折れない。桜の木を折らないでください。桜の木を折らないでください。紙を折って、平和を祈って、鶴を作ろう。紙を折って、平和を祈って、鶴を作ろう。が折れる。桜の木の枝が折れていますよ。桜の木の枝が折れていますよ。鶴が折れない。鶴を折ることができない。この仕事は骨が折れる。この仕事は骨が折れる。骨が折れる。というのは、とても大変だという意味ですね。仕事で、この仕事はとても骨が折れるんですよ。相手の人が言ったら、あ、それは大変ですね、という相槌を打ちます。以上、自動詞・他動詞の8回分の第1回目終わりました。助詞を一緒に覚えるというやり方で、皆さんやってみてください。そしたら、自動詞・他動詞があっという間に簡単に覚えられると思いますよ。それでは皆さんありがとうございました。ゆきこでした。